はい、こんにちは、こんばんは。今回は、おすすめできるですね、4分の1の工具を紹介したいと思います。なんかね、意外と8分の3を使ってる人が結構多いと思うんですけれども、4分の1ね、外装を外したりとかするときにはすごい便利です。まあ M6 以下でにしか使わないですけれどもね、ないと困っちゃうぐらいの、工具だと思います。それではどうぞ。まあ、私が持ってるラインナップはまあこれぐらいしかないんですけども、このおすすめなのはね、右端にあるなんか首振りに、ボックスがくっついちゃってるようなやつがあるんですよ。これがね、頭の高さが全長が短くてですね、すごい使い勝手がいいと思いますよ。私が買った時なんかね、もうスナップオンしかなかったから、もうちょっとすげえ高かったですけど、当時もう20も何年も前ですけれども、本件とかでも似たようなのが売ってるんですね。3630円ですって。もう次からこれ買おうとちょっと思ってしまいました。まあエクステンションバーですけどね、私は 250mm っていう長さのものを使ってますんで、これがね、意外と使い勝手いいと思います。もうちょっと短くても長くてもまあいいでしょうけど、まあ人が使ってる長さが実は安牌だったりとか、まあ間違えたってね、2000円程度なんで、痛くも痒くもないかと思います。で、次ですね。ラチェットアダプターですね。私が使ってるやつとはちょっとね、形が違うんですけれども、まあ、これが4分の1で、使えるはずです。まあ、高さがちょっと40ミリぐらいありますけど、まあ、いいですかね。これで、構成はいいと思います。で、まあ、最後に、手で握るところにつける T 型のスライドハンドルですね。もうこんなのも1800円とかもうちょっと感動的ですよね。もう工具は貢献でほんと十分だなと。ちょっともうこうね、こんなの調べてちょっとがっかりしつつも、ちょっと感動しつつも、ちょっと喜んでしまいました。ではちょっと頑張ってですね、無理やり使い方を、説明したいと思います。メーターの背面とかってもう取りづらいじゃないですか。なんかね、ラチェットとかもうまく回らないし、これがなんか隙間からスーッと入れてですね、締めたり、緩めたり、楽にできる感じ。なんかいらないものを外さなくてもできるという感じですかね。例えば、大体まあ M6 以下が下になると思うんですけれども、オイルクーラーのこういうマウントだったりとか、じゃあんま伝わってないですかね。もう8分の3でもいいじゃねえかよとかちょっと思われちゃいそうですが、こう、わかりますかね。こう、親指だけでこう、くる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 って手で、片手で回せちゃうので、とっても保持しながら回せてしまうという、こっちの動画の方がちょっと伝わりやすいですかね。伝わりやすいですかね。どうでしょう。この片手でいける、この感じ。8分の3でもいいじゃねえかって言われちゃうとあれですけど、絶対4分の1の方が、いいと思います。どうですかね、ちょっと参考にしてみてください。とっても僕はもうないと困る工具ナンバーワンですね、必要な工具です、ちょっと参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。